お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちらエリゴレデッキやっていきたいと思います。で、今までとはねすごい全然違う方のエリゴレなんですけど、まあまずレイジが入ってません。まあ、エリゴレといえばレイジね、もう必須アイテムだったと思うんですけど、まあそれが入ってなくてトリトンとあとはネクロがね入ってるっていう、なんか結構変わったデッキなんですが、まあ、防衛するエリゴレだと思ってください。まあ、エリゴレといえば、初手にでもキングラにエリゴレダクにヒーラー、レイジー、ヒースピーとかね。まあ、ドラドラつけて、みたいな、そんな感じだったんですけど、結構守ります。まあ、レイジがない。そして、この、まあ、トリトンネクロの分、火力っていうのがないので、一気にキングを持っていく力はね、まあ、ないわけではないんですよ。もう、ある時はあるんですけど、まあ、なかなか少ないので、まあ、結構守りながら、で、まあ、たまに無視してね、トリトンだけでも持ったりだとか、まあ、そこはね、こう、調整しながら結構守るエリゴレだと思って、今日はやっていこうかなと思います。さあ、よろしくお願いします。なので、初手エリゴレは、まあ、あんましないですね。相手が初手ゴレとか、初手ラバとか、まあ、なんかしてきたなら、まあ、いいと思うんですけど、まあ、それ以外はね、あんましなくていいかな、と思います。ネクロトリトンですね。この2枚が結構防衛最強だと思ってもらえば、で、うわぁ、すげえ暇だな。スケルトン部隊咲いてくれて、サードなんですけど、なんかエリゴレ嫌だし、トリトンでね、エリジャイとか引っ張ったら嫌だし、エリババも嫌だし、あ、エリババ行きゃよかったな。スケルトン部隊咲いたんなら、まだ間に合うかな。いや、スケベヒースピーは相手めっちゃ暇してんな。まあ、トリトンでいいか。さあ、デリバリーもあって、まあ、わかんないんですけど、後ろから流して、流して余裕があれば、今だなって、ユニットめっちゃ残ってんなって時に、エリゴレ端前出すぐらいで、まあ、あとはエリババですね。エリゴレダクネヒーラーとか作りながらの逆サイエリババ。これ結構重要だと思ってください。さあ、今回の間はエレジエ君。吹きはちょっと面倒そうなので、ヤム打っときます。で、このエリババは、ちょっとだけ回復させてあげてね。イェーイ。まあ、エリゴレデッキですが、このエリババとかもね、めちゃめちゃ活躍します。さあ。これ今、スケルトン部隊咲いたんすよ。で、結構コス咲いたと思うんですよね。で、これヒーラーつけるだけできつい気がする。で、まあ、たまたまダックプリとか引っこ抜くトリトンがね、成功してもいいけど。いや、これは事故ってるぞ。これ事故ってんな。来たっすね。もう一枚咲いたらもう無理やり攻めてもいいけど。おい。いや、OP。これね、相手のスペルがたまたまない時だったら、これエリアド取ったんで組むんですけど、ネクロから生まれたスケルトンと、ダクネから生まれたコウモリがもうね、増えすぎて、クローンかけたみたいなね、絵になります。もう物量が多すぎて、そんなことしてないんですよ。クローンとかしてないんですけど、もう量が多すぎて、いや、やばいやろっていうのにも、盤面ができるんですけど、ちょっとエレージャーが来たので、トリトンで引っこ抜きながら、僕のユニット延命させたいね。これ。で、ヒーラー欲しいな。ヒーラーマジで強いからな。で、エリゴレが行かれるのは良くて、うわ、これヒーラーがね、マジで焦がされるのだけはマジでやめてほしい。オッケーオッケー。さあ、ヤナム打つ。で、ここさとは、もう一周エリゴレとかでもいいな。おい、いや、これ来たんじゃない?ヒーラー欲しいな。まあ、回転がちょっと遅いっていうのが、まあ、このデッキの弱点というか、まあ、今までのエリゴレとはちょっと違う部分ではある。いやー、これね、持っていきたかったな、キングまで。どうせならネクロ延命してあげようかな。エリアドもやばい気がするけど。なんか相手も似たようなチンパンしてんな。さあ、吹き矢が逆サイド2枚行く。ガンムシ。まあ、勝ったっすね。まあ、キングは折れないんですけど、普通のエリゴレだとやっぱエリジャイとかもきついと思うんですが、やっぱトリトンいるので、まあ、あとネクロとか、エリババもいるから、結構硬いですね。なんで、相手がロイジャイとかだった時も、普通に守って、最後にエリゴレ出して勝つみたいな感じで、まあ、ちょっと本当に今までとはね、もう真逆のエリゴレデッキですね。さあ、よろしく。守ります。エリババは、暇だったら逆サイ走らせますね。まあ、同サイぶっぱでもいいですし。すごい、エリババめっちゃ多いね。まあ、今他のデッキにもいろいろホグとかにもエリババ入ったり、ロイエリババとかもまあいるんですけど、単純にエリババめっちゃ強かったんですよ。覚えてるかな?エリババめっちゃ強かったんですけど、ただただゴブリンドリルですね。ゴブドリが出て、ゴブドリプラスのまあスケファイスピー、バルキリー、テスラとか、まあ、なんかそういったデッキがすごい増えたんですよね。で、今もいるんですけど、それに勝てなくてエリババが減ったんですよ。でも、それ以外にはもうエリババ圧倒的強いんですよね。そう。強いままだから、思い出した人たちが、ああ、そういえばエリババってドリル引かなかったらめっちゃ強かったよなっ
ていうので、もう今エリババがすごいね増えてます。でまあゴブドリメタも今結構いるので、まあ、そういったところでエリババゲーがねまた始まろうとしてます。さあこういうところでレイジとかあったらまあなお良かったんですけど、うん、でもこの相手の浮きうまいね。後衛から処理してカウンターに持っていこうとしていく感じ。いやでもこれでまあ倒してしまうからな。さあエリアードやばいですねこれ。まあ相手にこれプラス3いくんでね、まあ、一応防衛の構えして、エレジエ君来た。これ柳からのトリトンですね。でトリトンキング起動しようとしたらね、するまでにめっちゃダメージ受けちゃうからな。よいしょ。さあここキング起動できなかったものの、まあ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 、さあめちゃくちゃ悪いわけではなさそう。いやーでもやっぱ緊急はしたいっすね。痛すぎるー。まあ、エリババとトリトンで守って、最後、端前エリババ出して勝ちましょう。さあ、両サイにね、ネクロ流して、ダクネ流してとか、ユニット流して、今だって時に端前エリゴレでもいいですね、エリババとか。でエリゴレあんま出さないでいいっすね。ネクロヒーラーとか、ダクネヒーラーとか、ヒーラーは出すんですけど、エリゴレは出さない。そしたら、だからまあ、エリゴレっぽい形ができるんです。エリゴレっぽい形ができるけど、エリゴレじゃないみたいな。アドが取られない形。よいしょ。うわー、あれ、ミリ。ミリちょっと邪魔だな。そうそうそう。エリゴレまで出しちゃうと3アド取られるので、エリゴレを出さずに、まあ普通の、エリゴレがいないバージョンの攻めを組むのが大事ですね。いや、これチャンスだけどな。ヒーラーダクネでプレッシャーになるんで、ぶっちゃけ。さあライドラがいない。いやエリゴレ行ってもいいか。ここはエリババいないんでライドラもいないから行っていい。あ最強いたわ。最悪だ。いや最強いたな。ちょっとスケブ。いやマジでウィザード勘弁。いやエリゴレ、あーこれやばい。これマジでやばい。えぐちえぐち。いやでもここで耐えられるのがエリババ。うちのエリババなら耐えれる。でこれ耐えてもらってライトニングとかないよな。オッケーオッケー。で、エリババがいるから、ここは攻めれない。よしよし。いや、耐えたよ。耐えたのマジでかい。いや、耐えること本当大事なんだね。さあ、耐えて。いや、耐えてしまえばマジである。耐えて。で、ウィザード引っこ抜く。いや、マジである、マジ。え、これさ、エリゴレ、エリババです。これだ。で、ヒーラー、ヒースピー。で、突破して、からの柳雨。お、これ来たんじゃね？ういきたー。これ絶対止まんないっすね。よし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 よく耐えたっすね。このエリババがただただ強い。オーケー。いや、でかいね。もうウィザードとかもうそういうのね、エリゴレからしたらもう大嫌い。きつすぎだっすね、これはさすがに。まあ、みたいな感じで耐えます。もう我慢ですね。だからエリゴレ出さないでいいっすね。本当にヒーラーエリババ、ヒーラーネクロ、ヒーラーダクネで攻めます。で今だけは行くでしょっていう時はエリゴレ出すんですけどね。それ以外出さずに行こう。さあ、バルキリーですね。まあ、バルキリーとかダクプリめっちゃ流行ってるんで、まあ、そこがね、エリゴレからしたらまあ嫌なんですけど、まあまあ、あんま考えずにね。さあ、これは、行きます。というのも、こっちで組むじゃないですか。で、もし相手が防衛してくれたら、相手のエリジェイトリトンだけで緊急できるんですよ。そう。なので、これはね、組みます。あ、でもヒーラーいねえのか。あ、でも相手ね、コウモリとかいるからな、ちょっと、お互いね、どんなデッキやねんってさ、これもうぶっぱ対決したら、こんな相手絶対守るっすよね。ああ、エリジャイだけで守る、エリジャイだけでターン落とせるわってなるじゃないですか。でもここでトリトンなんですよね、これ。もうめっちゃ攻めるふりして、ちょっとだけ守る。いや、これがね、せこい。いや、これヒーラー多分いらないと思うんだけど、いや、落ちたな、これ、さては。えぐい。エリバー OP。コウモリもナイスっていうね。これがね、強いです。まあ、やっぱキングおられない程度に絶対対応してくるんですよ。エリゴレとかあんだけ形組むとキング折れちゃうので、まあそこをトイトンだけでね、守るっていう。もう無視すると見せかけて、ちょっと守るっていう、せこいやつですね。さあ、よろしくお願いします。初手エリゴレありますが、もう我慢しましょう。だから初手に相手が大型を抑えてくれたら、こっちからしたら戦いやすいかもしれないですね。もうだって逆サイぶっぱして、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 最後にちょこんってね、ネクロだけとか、さっきみたいにトリトンだけの守ればいいから。相手が大型の方が戦いやすいっすね。
さっきの感じは。さあ、エレキューのはペッカとかかな。まあ、陸系でしょう。いや、ネクロ陸系すごい優秀ですからね。ボンビーボンビーくん、いや、ボンバー、エレキユーノ、なんだろう。ちょっとわかんないですね。ツヤの雨。ディガー、あ、でも、ヒースピが、ヒースピプロなんだよな。いや、なんだこれ。オリーボンバー、エレキユーノ、いや、マジでわかんねえな。見たことねえ。さあ、エリゴレ組みたいな。いや、めっちゃ組みたいよな。すごい組みたいんだよな。でも、たまたまウィザードとか引いたら怖いので、ここでもうね、ステイでいいんですよ。まあ、エリババつけるぐらいならよかったかもね。エリババ強いし。まあ、ボンバーにヤナーム打てないし。オッケーオッケー。これをしてると、多分ヒーラーダクネとかヒーラープラスのユニットって、結構過剰防衛しないと守れないんですよ、相手が。だから、これでエリアードを取ったところを行くぜって感じ。今めっちゃこれチャンスだと思うんですよ、僕。ここでエディババ行けるとめっちゃチャンスだと思ったんですよね。まあダクネつける？いや、まあ一旦我慢。さあ、ポイズン。いや、ネクロがね、じこれ。いやー、この言うのは許容します。で、これも許容します。で、ここで行きます。これは完全にエリアードですね。エリアード取りました。3つ取ってると思います。で、エリババ、ヒースピの、そうっすね、ヒーラー。で、勝ったと思うんだよな、これは。いやー、もうエリアードやばくない？相手諦めたのかな？そんなことはない。いや、諦めたのか、これもしかして。これを破壊するユニットってなんだ？いや、諦めたっすね。よしよし。いや、これ、こういう、まあ、完璧なタイミングのケツエリ、これは、いいと思いますね。相手も、あ、これは守れないですねってなりましたね。まあ、ポイズンだったんで、ヒーラーがね、もうポイズンを無効化して、GG と。まあ、これ初手からやるのもまあ、ありではある。けど、ウィザーとか来た時に終わるので、まあ、丁寧に言うと、まあ、さっきみたいなね、もう粘って耐えてみたいな。よろしく。我慢します。もう待ちゲーですね。待って、相手に合わせて、チャンスをつかめ。デッキです。さあ、ユーノ来た。まあ、ネクロですね。ネクロ、まあ、強いわけではないけど、まあ、使ってると別にめっちゃ弱い感じもしないっすよね。さあ、回復させてもらって。ああ、ヒースピの辺がちっちゃい。ユーノファイボー、まあ、陸のね、デッキですよね。今、ユーノ最近多いですからね。ファイボータルはペッカラムかな。まあ、そんな感じがしますね。ペッカラムっぽい。で、これヒーラー外側に出します。というのも、キングラから出すとマジアチャの射抜く角度的にダメージ受けちゃうんですよ。ここだとマジアチャが射抜いてきてもダメージ受けません。うん。さあ、神器デッキか。普通の。いやー、これはまあ、動かしちゃったことによって射抜いちゃうっすね。いやー、相手うまいな、それ。いや、うまいね。いや、うまいね。それ狙ってたら。さあ、回復してもらって。いや、それ相手結構やりすぎなんだけど、いいファイボなんだよな、マジ。さあ、もう一回ケツマジアチャ回るから、このマジアチャね、今、まあ、ヒーラーエリババ行けば折れないことはないんだけど、マジアチャいるのがね、いや、オニアード取ってるよな。いや、ここ一回捨てて、次ですね。これでマジアチャいないサイクルになるので、ここをちょっと狙っていきます。あれ、でもこれ延命してくんのかな、さすがに。いや、してくるな。あれ、多分やりすぎなんですよね、さっきから。さっきやりすぎなので、今回相手は控えめに行かないといけないターンのにやりすぎてるから、これで終わったと思うんだけど、ぶっちゃけ。ヒーラーを焼かないとし。これ守れんのかな？ああ、これマジやっちゃ次第っすよね。いや、結構ダメージは、いや、もっと入ってほしかったけど、まあ、ファイボ使ったからネクネクね、生きるよねっていう。で、なぜか知らないけど、エリババがいるっていうね。相手からしたら、えって。なんでエリババいんのって。あのマジでちょっと邪魔だから引っこ抜く。うわ、待って、やばい。うわ、やばい。うわ、マジでこれやばい。これやばい。延命されて。いや、これやったっすね。俺のトリトンが。トリトン良くなかったな。さあ、で、またさっきのね、ランバーラムみたいな。よいしょ。いや、一回こう捨ててきたのか。ランバーラム、延命。まあ、言うのでも、これネクロに当てにくいもんな、相手。
相手も我慢してますね。もうお互い我慢ですよね。クララってマジ我慢比べみたいなとこありますから。攻めたくても攻めない。今だなって時が来るまで我慢。いや、これ今ですね。相手ファイブを使ったので。で、リババ出して。はい、来た、GG。いや、これですね。もう相手がファイブを使うとか、なんかするまで我慢、我慢、我慢、我慢して、今だ、ぶっぱ GG、エリゴリフィーバータイム。えい。いや、これはね、よく我慢しましたね。ほんともう耐えて耐えて耐えて、相手が攻めファイブ使ったんですよ。しかもマジアちゃんもちょうど処理できるタイミングだったので、もう今だなってなりましたね。よろしくーん。わー、なんか、読みにきいな。さあ、ヒースペー削っていきます。さあ、相手出してこないですね。ラバとかでやってねえからな。ちょっと空デッキとも当たりたいけど、まあ、さっきの試合とか特になんですが、やっぱダクネとかネクロって残られると厄介じゃないですか。まあ、だからやっぱどっちかにこうファイブを打ってくるんですよね。基本的にはヒーラーダクネとか来ると組むとそこにファイブとか、まあエリババネクロとかそんな形にやっぱファイブを打ってくるんですよ。まあ、そうするとやっぱどっちかがこうまた手札に回ってくるというか、ダクネがファイブ打たれたらじゃあ後ろからネクロで、ネクロがファイブ打たれたら後ろからダークネクロで、常にどっちかのユニットが出てると、相手も攻めたくても攻めにくいっていうのができるので、この、ダクネとネクロの2枚を、どっちかをこう後ろから常に流せるっていうのは、いいなんかサイクルというか、その流れがつかめると、結構でかいのかなと思いますね。なので、一緒にダクネ、ネクロが、ファイブで打たれたりだとか、ファイブアナムで完璧に処理だとか、まあ、そういうことされないように意識していきたいですね。まあ、どっちかいればいいよねっていう。でも逆に、言うと、相手がファイボとかそういうのなければ、中型スペルがなければ、逆にダクネネクロ、エリゴレダクネネクロを組んでしまえば相手は止まんないっていう考えも、まあできるので、まあそこはしっかり相手のスペル、あとはまあ、メガナイトとか、バルキリとか、その把握して、まあ、ユニットを組むのがいいかなと思います。まあ基本的にファイボとかが今ないデッキってあんまないので、まあ、マザネク引いたら GG になっちゃうんで、そんなのね。なので基本的にはまあダクネ出して、そしたらまた後ろからネクロ出して、俺繰り返せばいいのかなと思います。さあ相手が、1分くらいで出していきそうですね。で、大型来たら逆サイケツエリゴで行きたいね。ラバだったら同サイかな。ダクネが頑張れるから。ダクネのコウモリが強いんでね。うわぁ、なんも出してこないんだなぁ。あんまないよね。こういうの。さあ、やらむっちゃおう。さあ、メガゴー。いやぁ、ここは守りましょう。メガゴーなんだ、あ、ゴレですね。普通にゴレだった。あ、これさっき俺ね言った話、俺自分に言いかかせないとこれライトニング打たれちゃうからな。ヒーラー出して、エリババとかも出しても、飛来心ですね。で、ここでヒースピ。よいしょ。いや、もうすんごい試合だな。ここ、ワンチャンさ、もう勝ったんじゃない？あ、まあさすがに。いや、いいトルネだ。いいトルネア。ああ、俺のこのネクロ絶対いらんかったな。ワンチャン勝ってるかなと思ったんですよね。これでもさ、相手でゴレ出した瞬間にぶっちゃけ終わるっすよね。だって俺がもうエリゴレ、エリババ行って、ボンバーにヤナム打てば終わるので。さあ、これ相手はもう後ろからベビか。いや、このベビですね。僕はベビが厄介。で、まあ、ぶっぱしてあげて。まあ、一旦ぶっぱしてあげて、あとここヤナムですね。いや、これ、でかい。ダクネもボンバーも処理できる。で、ベビドラが無双してるんですけど、まあ、あら、一回知らん。一回知らんで、次、後ろからユニット出そうかなーと思ったら、ジジ。さあ、エリゴレ、OP ですね。えぐい。えぐすぎるよね、これは。はい、というわけで、もう、まあ、組めばね、破壊力はある。しかも、防衛力もあるっていう。いや、ちょっと新しいエリゴレなんですけど、よければぜひ試してみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。